集 Ever Top の Life へ。私はクリストと申します。よろしくお願いします。今日はとても光栄で、うちの会社のことと日本マーケットに向かい商品を簡単に紹介させていただきます。うちの会社復讐 Ever Top 電子株式会社は2013年に立ち上げ、来週はちょうど17年目の記念日に向かいます。うちの会社は時間に関する商品をメインに、製造と輸出し、例えば、時計、腕時計、タイマー、温度計、温度湿度計など、もちろん私たちは BSCI を、取っておりますし、私たち生産した商品も、CE、ROSE、REACH などの資格も持っております。今日はね、今までは日本人のお客様と取引したこともありますし、日本のお客様が価格より品質の方が大事にしていることが分かりました。もちろん価格も大事ですね何年間の取引を通じて、私たちは日本のお客様に応じて良い品質と価格の商品を提供しております。今日のライブで新しいのお客様に、弊社のことを少しでも伝えれば嬉しいですね。もちろん今日のライブ以外、今日のライブ以外は私たちの商品は Facebook、YouTube、LINE などソーシャルワークにも商品のビデオをアップロードしておりますので、もし弊社の商品に関して興味があれば、ぜひスタッフに連絡してください。そのビデオのリンクを送りさせていただきます。では、これからはテーマに入りましょう。今日は日本マーケットに似合う、もちろんすでに輸出している商品をメインとして紹介させていただきます。3つの部分に分けてますね。1つはご覧のようにプラスチックの LED の商品を紹介させていただきます。2つ目は、竹製と木製、環境に優しい素材を使って LED 商品を紹介します。最後に3つ目は、プラスチックの LCD の商品を紹介させていただきます。では、まずご覧のようにこちらの商品紹介しますね。ここ見えますか？6つ並んでますけど見えにくいんですね。いろんなケースカラーがありますよ。黒いの、ピンクの、白、青いの、赤いの、あとは緑のケースがあります。この形以外は似てる商品ね。こちらに なります。2つの形があって、機能が同じですね。機能は、基本的に時刻、アラーム、あとは温度、明るさの調節、2段か3段が調節できます。あとは夜間モードですね。夜間モードというのは、夜の18時から朝の7時まで自動的に明るさが暗くなりますね。節約モードにも言いますし、あとは目に優しいですね。夜にはちょっと暗くなって、でも、見えるのは見えますね。この2つは同じ機能がついてて、ただ形違いますね。多くのお客様が制度として買ってもらいます。そして、ご覧のように LED 商品ですので、いろんな LED カラーがついていますよね。こちらは赤で、基本的に LED の色は4種類ありまして、
赤い白い緑と青ですね。LED の色によって値段がちょっと違いますし、ケースカラーはケースカラーによって値段が一緒ですので、もしこちらに あとはこのご覧のようにこれはミラーレンズですよ。鏡みたいに私よくねこれを使って化粧してますよそしてこのシリーズのアップロードしてこちらの形になりました。これは正方形であり、これは断円形ですね。ちょっと柔らかい、なんか触り口もいいですね。これはこちらのアップロードしたバージョンですね。これもあのミラーレンズで結構使いやすいんですよ。これもあのケースカラーが4種類ありまして、白いと黒い、あとはピンクとブルーですね。4種類がありまして、この2つのシリーズが結構売れてますよ。一番売れてるのはこれ 3D の時計です。これはねあの立ち時計でもとして使えますし、あと後ろにあのホールがありまして、このホールを使って壁にもかけます。両用ですね。この商品は、弊社で一番売れてます。年間、100万以上売れてますよ。特に、日本と韓国のお客様が愛されてます。これは、もし よくインスタグラムとかフェイスブックを使っているお客様は多分見たことあると思いますね。これはうちの特、ユニークの形で、まあ、今は市場でよく見えますけど、弊社の商品はこれは私たちをデザインして、そして60回もあのライドを、テストしてしてから、品質を保証してから、マーケットに、売り始めました。これ以外はこのシリーズね、4つのサイズがあります。ご覧のようにこちらに小さい、もっと小さいのはありますね。これはミニサイズと言います。ご覧のように結構色が違いますね。 LED の色、さっき言ったように LED の色は自分で選ぶことができます。お好きな色を選んでください。あとね、このミニサイズとスモールサイズ以外はまたミディアムサイズとあのジャンボサイズありますね。実はあの私の後ろに置いてますよ、あの一番上の方で。あの2つのサイズはあの壁時計ですね。この小さいサイズは卓上時計としておすすめです。そして、この今まで紹介した商品はあのさっき言ったように日本と韓国でよく売れてますね。例えば韓国に楽天、アップルストアとかよく取引やったことがありますね。そして、あ、今なんかお客様の質問が来たらしいですね。はい、ありがとう。あ、そうですね、あるお客様が今までの商品が USB ケーブルが見えました、USB ケーブル以外はあの給電形がありますかって聞きました。はい、そうですね。例えばこちらの商品、 USB ケーブルは一つの給電方法として、またここ電池が使えますね。単4電池3つで、はい、そしてミラーレンズのこの商品とこの商品もあの電池が使えます。しかしこちらの商品は USB ケーブルのみで、はい。次は明るさが何レベルありますかって、はい、商品によって違いますね。例えばこちらの商品は2段明るさがありまして、これは3段です。こちらも3段です。ま
段、2段から3段になりますね。はい、あと、あ、連絡先ですね。どうやって私たちのスタッフと連絡するか、とても簡単ですね。ご覧てるお客様にうちのホームページに入ってて、ホームページにイメールのアドレスがついてて、アドレスにメールしてください。あとは、さっき言ったように Facebook とか、LINE とか YouTube とかも私たちやってますので、ぜひ聞いてください。はい、では次の部分に入りますね。少し片付け時間少々ください。少々待ってください。はい、言えますか？お待たせしました。次はね、さっき言ったように竹製と木製の商品に入ります。まずこれですね、一番ベーシックな商品で、これね、これと同じ、この2つね、似てますよね。サイズはほぼ同じです。サイズは一緒で、素材が違います。これは竹製です。竹製の商品で、機能も時間、時刻、アラーム、温度、あとは、明るさ調整と音声モードですね。音声モードというのは、音声モードをオンにすれば、周りが静かになって、自動的にディスプレイがなくなりますね。触れば、タッチして、または周りは 60dB 以上になれば、またディスプレイが見えるようになります。これも節約モードですね。あと、竹製の商品でしたら、ケースカラーが、変われないんですけど、 LED カラーも変われますね。さっき言ったように赤い、白い、緑と青いですね、4つのベースカラーになります。これは MDF の素材使って、こちらの商品と同じ機能をついてて、あとは同じ LED カラー選択できますね。これ以外もケースカラー選ぶこともできます。いろんなケースカラーが使えます。お客様好きな色で、ぜひうちのこれに興味があれば、ぜひうちのスタッフと連絡してください。はい、次に入ります。これね、これ見えますか？これも竹の商品で、さっきの商品よりご覧のように、こちら時刻以外も温度と湿度がついてますよ。温度と湿度、
これ以外は実はこれ3つのディスプレイがあって、1つは時刻と温度のみ、1つはこれ時刻温度湿度3つのディスプレイ、もう1つはあの時刻 と、日付と曜日のディスプレイになりますね。これも、値段がちょっと違いますし、お好きなディスプレイを選んでください。はい、こちらの商品ね、実はあのホームの飾りにとても合います。例えばこれね、かわいくない？かわいいですよね。これはね、こちらの商品と同じく、機能ついてて、でもね、こちら緑の小さいのツリーがついてますね。これもあの他の形もハードとか星とか、そして動物とかにも変われます。これも自分の好きなように選んでください。そしてこちらの方にメモもつけますよね。例えば旦那さんにお疲れ様ですって書いてて、お父さんにありがとうございますとか、家族にメモしてください。次はこれ紹介したいですね。これは私の、好きなデザインですね。見た目に見るとハウスの形ですね。機能もさっき紹介した商品と同じ機能であり、デザインは特別なんですよ。こちら見てください。これ普通のハウスでしたらもうハウスで終わりです。これね、窓がついてますよ。窓がついてて、中に光がついてます。窓から光が見えて、なんか、遅く帰っても誰か待ってくれる気持ちになりませんか？これは私の大好物ですね。はい、次にこれはあの MDF のベーシックの、形になりますね。三角で、普通はあの正方形とこれとこれ三つの形があって、素材は竹でも MDF の木でもいけますよ。機能も同じです。さっき言ったように、あとはちょっと大きいサイズになると、これと同じようにあの温度湿度をつけることもできます。はい、次に進めますね。これね、こちらの方は見えますか？右の左の方はさっきと他の商品と同じ機能をついてて、もう一側はあの筆差しとして使いますね。実はそしてここにフォームホルダーとしても使いますよ。実はこちらに、いろんな形がありまして、これも自由に選ぶことができますので、ぜひうちのスタッフと連絡してください。そしてこの商品について の機能でもあのビデオでも送りさせていただきますので、はい、最後にこれね、これも結構売れてます。新商品として、新商品というのは、ホームのシリーズとしての新商品なんですね。これも、特定機能ついてないんですけど、ライトですね。ご覧のようにライトで、こちらにタッチボタンがついてて、タッチボタンをタッチしてもう消しました。もう一回タッチしてもうつけました。そして長い時間をタッチ続ければどんどん暗くなります。っていうことは明るさの調節ができますね。操作がとても簡単ですよね。こちらの商品はあのさっき言ったように、ホーム系の飾りとして、時計だけではなく、優しい生活、優しい、リビングにとても合いますので、日本のハウスは多くのは木製のやつが多いじゃないですか。これも、自分の家部屋に入れば落ち着く気持ちがありますので、とてもおすすめですね。
はい、そしてこのパートについて、何か福様の質問があればぜひ。あ、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、他の色と組み合わせることができますか。はい、そうです。さっき言ったように、MDF のやつは MDF 竹ではなくて木製のやつはケースカラー自分で選ぶことができます。まあ、LED カラーでしたら両方でも好きなカラー選んでください。はい、2つ目は、あ、数が多くなくても大丈夫ですか。はい、そうですね、こちらの商品でしたら500以上になりますね。もし、もっと少ない数ご希望のお客様は、うちのスタッフと連絡してください。特別に応援しております。はい、3つ目は面白いことですね。この竹は本当の竹ですか。はい、そうです、本当の竹です。はい、あ、この部分について、まあ、さっきの部分も、もし、何の質問があれば、いつでもタイプしてください。私、答えますので、もし、今日ではなく、次の日とか、未来にこのライブを見ている福様、質問があれば、ぜひスタッフと連絡して、いつでも待っております。はい、次のページに、部分に入りますね。少々お待ちください。お待たせしました。次はね、さっきの木製と竹製の商品についての、似てる商品を先に紹介させていただきます。こちらね、この3つ、スマートクロックと言いますね。スマート、なんでスマートですか。これね、これは木ですね、本当の木で、そして見えるように、時刻の表示がとても大きくて、ここにアラームと日付と温度ついてて、とても多機能ですね。そして特に上にライトキーをついてて、見えますか。ライトキーとしてスヌージーのキーも同じこのキーですね。裏を見て操作がとても簡単ですね。ボタンが3つしかない。このボタン
ここにアラームを開けると閉めるのボタンがあって、そしてここに時刻とアラームの設定のボタンですね。この設定のモードに入ってて、この真ん中の3つのボタンで時間の調節ができます。はい、次はね、これも竹ですね。竹ですね。この2つを見ると形が同じく、素材が違い、あとは表示内容が違いますね。もし時刻のみ欲しいのお客様でしたら、こちらはおすすめです。時刻のみですね、結構大きく文字で、まあ年上の方も簡単に見えます。こちらですね。でもし時刻以外は温度とか湿度とか日付とか、アラームとか星のお客様はこちらにおすすめです。まあ、もちろん、素材とかカラーを自由に選ぶことができます。後ろも操作がとても簡単し、簡単な操作できますね。はい、そしてこれは一番日本人のお客様が喜ぶのはこの水ね。 USB ケーブルではなく電池で給電してます。この水が、この水商品ね、おすすめです。もし USB を苦手のお客様でしたら、こちらにおすすめです。見やすいし。はい、次は、はい、システムに頼みますね。はい、次はこちらの商品を紹介したいんですね。こちらは見やすい可愛く温度湿度計ですね。見えますか？ここに室内温度と湿度が表示しております。はい、ここになんかレインボーみたいなやつは実はね、今日の快適度を表示しております。この赤い部分でしたら今日は乾燥しておりますよ、水をたくさん飲んでくださいっていう表示ですね。真ん中でしたら、あ、今日は快適ですよ、お好きな服選んでください。こちらは今日は湿度が高くて雨が降る可能性がありますよっていう表示ですね。とっても日常で使いやすい商品ですね。あとこれもさっきの商品と比べて、温度と湿度ありますし、そしてタッチスクリーンですよ。少々お待ちください。あとは今日の一番小さいの温度値と湿度値と、大きいのはリコードできますね。まあこれよりと小さくて、まあ、値段もちょうど、まあそんなに変わらないですけど、お好きな商品を選んでください。はい、はい、これも、形が違いますね。形が違って、また快適度の、表示もありまして、これもおすすめです。この3つはよく売れてる温度と湿度計になりまして、もちろんこれ以外もたくさんありますので、ぜひ聞いてくださいね。次はタイマーに入ります。タイマーね、タッチスクリーンなんですよ。操作がとても簡単で、ストーブとスタートを、ここに、ストーブとスタートを
押してここに、何分何秒設定できます。はい、バックライトもついてます。これ使いやすいですよ。あとはこれも可愛くて操作も簡単ですので、まあ、もちろんこの2つ以外はいろんな、タイマーとかさっき言ったあの温度計とかありますのでぜひ聞いてください。はい、次はあのうちの特別の商品に入りますので少々お待ちください。特別商品というのは何でしょう。これね、少々お待ちください。これね、日本電話をついてる時計なんですよ。日本電話といえば、まあ、日本の方ご存知ですよね。時刻を自動的に調整できるし、精度も高くなりますね。まあ、この4つの商品以外、まあ、うちは8種類を開発しております。この4つを例として紹介させていただきます。これはあの文字もスクリーンも大きく見えやすいんですね。ほとんどの商品はあの時刻と温度と湿度をつけてますね。その中に一番特別のはこちらの商品です。こちらの商品何でしょう。これね、見えますかね。これね、あの8種類の LCD ディスプレイついてますよ。そして、あとは自動的にあの色の変化もできま す、ね、自動的にカラーがチェンジしておりますね。こういうあのデザインが日本のお客様向けにデザイン しました、あとはこれの他のサイズもありますし、この2つは、白と黒のケース、ま、この白と黒、黒以外も選択できますけど、あとサイズは2つサイズがありまして、 この商品は一番おすすめですね。はい、日本電話についてもし何か質問があればぜひ聞いてください。はい、今日はあの最後に簡単に紹介したい商品ありますね。これは、新商品なんですよ。これは何でしょう。見ればちょっと分かると思いますけど、これはねライトですね。ライトは何が特別ですか。はい、これねモーションスマートモーションライトなんですよ。どういう意味ですか。これはね、ナイライトで夜によく使いやすいライトなんですね。はい、2つのモーション中に入れます。2つのライトというのは、周り人がいないと明かりがつかない。あとは周りは明るいならライトつかない。まあ、これについて、私たちは特別にビデオが撮ってますので、ぜひそのビデオをご覧ください。そして興味があれば私たちのスタッフと連絡してください。はい、以上になりますね。今日は簡単に、日本向けに日本マーケットに向けに、よく売れている商品を紹介させていただきました。さっき言ったように、もし何か質問があれば、例えばサンプル欲しいとか、ビデオ見たいとか、ぜひ、
ホームページにある私たちの、メールアドレスにメールしてください。あとは、リンクを送りさせていただきます。はい、今日のライブはここで終わります。ご清聴ありがとうございます。バイバイ。